たたちね。びっくりした。安心しろ、お前を追ってたやつらはオイラたちが巻いておいたぞ。え、そうなの？本当にありがとう。でも私を捕まえに来たのはあの人たちだけじゃないと思うわ。あ、やっぱりあっちからも人が来た。おい、他にも追っ手がいるのか？だったらここに突っ立ってる場合じゃないだろう。早く逃げろ。待って、私実は体が良くないのよ。走るのはちょっと無理。うん、それがいいかも。港に酒場があるからそっちへ行きましょう。私が店の中に隠れるなんて思いもしないはずだわ。よし、じゃあお前は後ろからついてこい。オイラとこいつが追っ手を警戒してやるから。見つけられないでしょう。待って、やめて。ディシュ、お嬢様、こいつらは何者ですか？彼女たちは道で出会ったばかりの異国の旅人よ。たまたまあなたたちが私を探してるのに気づいて私を助けてくれただけ。へえ、なるほど。あんたらはもう用済みだ。出てってもらうよ。待てよ、お前は誰だ？なんでオイラたちを追い出すんだよ。私はドニアザードお嬢様のボディーガードだ。お嬢様を無事に返すためにここにいる。お嬢様、私と一緒に帰ってください。お嬢様が逃げ出して随分経ちましたから、旦那様と奥様はとても心配されてるんです。もしあなたと帰りたくないって言ったら。もちろん協力してくださることを願ってますよ。それがお互いにとって一番いいですから。ですが、どうしても帰ってくださらないというなら、担いででもご自宅にお返しするしかありませんね。おい、ドニアザードは帰りたくないって言ってるだろ。なんで無理強いするんだよ。邪魔するな。あんたらが考えてるようなことじゃねえ。失礼しました、お嬢様。私はお嬢様のボディーガードですが、ご両親に雇われた以上、雇い主に責任を果たさなきゃなりません。いくら？何です、お嬢様。あなたを雇ってお父様たちの言葉を聞かないようにさせるにはいくら払えばいいの？2倍？3倍？少し時間をくれれば何とか集めてみせるわ。お嬢様、モラの問題じゃありません。あんたが私たちエルマイト旅団の人間をどんな目で見てるかは知りませんが、言わせてもらいますよ。私は確かにモラが好きだが、自分の原則を破るような真似はしない。雇い主に言われたってだけじゃなく、自分の両親がそうすべきだと囁くからあんたを探してたんです。あんたの体は良くない。こんな風に外でブラブラ歩いたりして体への負担はどれほどか。ですので、あんたを愛してる人のためにもわがままを言わないでください。いいえ、あなたは間違ってるわ。私は自分の状況を理解してるし、自分がどんなことをしてるのかも分かってる。私から言わせれば、今わがままを言っているのはお父様とお母様の方だわ。私が家にいようがいまいが何の変わりもないのは分かってるのに、その現実を受け止めようとしていない。私からあの人たちにこのことを相談しても避けるばっかり。ディシア、あなたは長いことうちにいるんだからこれくらい知ってるはずでしょ。ディシア、
お父様とお母様が大変だってことは分かってるの。私のためにしてくれたことにも感謝してる。でもこの世界にはもう一人感謝しなければならない方がいるわ。だってあの方は私を救ってくれたのよ。あの方への敬愛は私にとって両親への敬愛と同じなの。これは私の人生で私の最後のチャンスよ。もっと有意義なことをやりたいの。お嬢様、ご自分のやっていることが有意義だと断言できますか？断言できる。少なくとも私にとってはそう。わかりました。お嬢様、もう一緒に戻れなんて言いません。でも言っときますが、お嬢様のやり方に賛同してるわけじゃありません。その決意に敬意を表してるだけです。ありがとう、ディシア。ごめんね、さっきは焦ってあなたにひどい態度をとったわ。それにモラのことを言って気を悪くさせた。平気ですよ、お嬢様。私はモラが好きって言ってましたしね。それにこれについてはしっかり話し合わなくちゃなりません。何せ今日はすごい騒ぎになったし、お家のボディーガードもみんな出動してる。旦那様からお嬢様をかばうのは簡単じゃありません。それに逃げ出すのは今回限りじゃないんでしょ。今度動き出す前にはせめてお嬢様の近くにお付きして、外出期間中の世話をする人を用意しないといけません。ってことで私を雇ってみないか、お嬢様。お互いに都合のいい話ですよ。報酬は、ま、旦那様の半分くらいで、あんたが家に帰ってから払ってくれればいい。ええ、問題ないわ。よかった、ちゃんと話がついたみたいだな。あ、大丈夫よ、安心したらちょっと力が抜けちゃった。お嬢様、もうご無理なさらないでください。この店で何か食べながら休みましょう。二人も心配させてごめんなさい。よければ一緒にどうかしら。おう、お前が元気になったらプラクサナリデビの話をもっと聞きたいしな。よ、ディシアじゃないか。この半年見かけなかったな。風舞家のところでボディーガードをやってるって聞いたぜ。ボディーガードは面白くないって散々言ってたくせにな。慣れればそんなに悪くないよ。だな、メニューを見せてくれ。はいよ。ん？こちらの方はひょっとして風舞家のお嬢さん？いや、お嬢さんがいらっしゃるなんて、この店で一番うまい料理を用意しないとね。マスター、ありがとう。気持ちはいただいておくけど、今はモラが必要なの。手持ちがあまりないからできるだけ節約したいわ。でもこちらのお二人には一番いい料理を用意してあげて。知り合ったばかりの友達だからちゃんともてなしてあげないとね。えっ、しばらく。高級料理も食べたいけど、オイラたちの財布も豊かじゃないし、やっぱり普通のものにしておこうぜ。だったらデーツナンはいかが？うちの看板おやつで値段もお手頃。ほら、そっちのお客さんが食べてるやつさ。黒くてパサパサしてそうだ。オイラはやだぞ。おい、オイラ得意のスライム料理に不満でもあるのか？ドニアザード、スメイルシティにいた人たちに聞いて回ったんだけど、みんなクラクサナリデビに興味がなかったんだ。お前はどうして彼女の崇拝者になったんだ？パイモン、宗神様に会う方法を私に聞いたでしょ。
方法はわからないけど、私は宗神様にお会いしたと思うわ。え、本当か？ええ、子供の頃の話よ。私は病気になって、ほとんど一年中お部屋で横になってた。パパとママは私の病気を治すためにずっと頑張っていたわ。でも私は友達を作るどころか、バーカー社から知識を得ることさえできなかった。子供時代の私には何の夢もなく、希望なんか何一つなかった。一度ひどい発作に襲われて、何日も朦朧とした状態で過ごしたことがあるの。ある夜、目が覚めたら部屋には誰もいなくて、すごく怖かったわ。でも動こうとしても動けなくて、泣くことすらできなかった。その時、頭の中に不思議な声が浮かんできて、私にこう言った。ドニアザード、怖がらないで、泣かないで、と。ドニアザード、怖がらないで、泣かないで。誰？どうして私の名前を？どう言えばいいのかしら。理解できないかもしれないけれど、あなたのことは全部知っているわ。本当？もちろん。雷が怖いことや、朝のお薬が嫌いなこと、それからお母様のスカートについた花びらを数えるのが好きなことも。ああ、本当に何でも知ってるのね。ドニアザード、何か願いはある？願い？ないわ。私どこにも行けないから何もできないの。あら、そうなの？でもあなたはまだ子供でしょ。子供はみんな願いを持ってるのよ。あなたの願いを教えて、叶えてあげられるかも。じゃあ、私の病気を治してくれる？ごめんなさい。それは今の力じゃ、まだできないわ。それじゃあ、友達になってくれる？その後、いいわ。私はあなたのお友達よ、という声が聞こえてきたの。病気になってからはとても辛かったけど、その声はいつも私を励ましてくれて、面白いことをたくさん教えてくれたわ。窓の外には賑やかなスメールシティがあることとか、スメールシティの外は緑豊かな雨林が広がっていることとか、その雨林のさらに外には防災機や砂漠、そしてテイワット大陸があることとか。その後、ようやく発作は収まったけれど、声は消えてしまった。お母様にもこのことを話したけど、きっと私の夢だって言われたの。でも私は知ってる。あの声は決して私の妄想で作り上げたものなんかじゃないわ。だって私はその前に一度だってテイワットなんて言葉を聞いたことがなかったんだもの。え、絶対そうよ。その声がなければ私はこの世界に好奇心を抱くことはなかったわ。読み書きを勉強したり、いろんな本を読んだりすることもなかった。その声のおかげで私は知恵に触れることができたの。だからあの方はきっと宗神様だわ。その恩返しをずっとしたいと思ってて、実は今日逃げ出したのもあの方の過信短日を準備してあげたかったからなのよ。過信短日？なんだそれ。過信短日はクラクサナリデビ様の誕生日で、賢者たちがあの方を見つけた日なの。実はこれはかなり古いお祭りで、最初はマハールカデバータ様の誕生日祝いをするために設けられたそうよ。そしてあの方が見まかられた後、日付がクラクサナリデビ様の誕生日に変更された。聞いた話では、クラクサナリデビ様がスメールに迎えられた当時は、みんなそれはもう盛大にこのお祭りを祝ってたらしいわ。でも
教練員の影響で、みんなは次第にこのお祭りを祝わなくなっていったわ。スメールにはマハールッカ・デバータ様に関するお祭りがたくさんあるけれど、教練員は全ての準備に参加する。でも過信短日に対してはモラを出すどころか気配すら見せなかったわ。彼らにとってクラクサナリデビ様の誕生はマハールッカ・デバータ様が本当に逝去されたことの証明でもある。だからこんなお祭りには参加したくないのね。ひどいじゃん。でしょ、ひどいのよ。確かにこの国を作り上げたのはマハールッカ・デバータ様よ。だけどクラクサナリデビ様だってこの数百年間スメールを守り続けてきたじゃない。あの、周りに他のお客さんもいるからあまりはしゃがないでください。グランドバザールの人々は今でも過信誕祭を祝い続けているそうよ。でも以前は彼らのことを知らなかったから何もしてあげられなかったの。でも最近そこに住む人と友達になったわ。彼女もクラクサナリデビ様の信奉者なの。だからこのお祭りのためにしっかり準備してほしいという願いを込めて、私は貯金を全部彼女にあげたの。私がクラクサナリデビ様のためにできることはこれくらいだから。待ってください、お嬢様。その友達ってまさか家に花を届けに来てたニーローのことですか？ええ、彼女よ。先日慌てた顔で屋敷を離れるのを見ましたよ。懐に何か抱えているようでしたけど、彼女に何か渡したんですか？ええ、その最初に用意したモラじゃ足りなかったからニーローに私のスカートを売るように頼んだの。実は今日ニーローとグランドバザールに行ってみると約束したの。リシア、一緒に行ってくれる？ええ、グランドバザールはここから少し離れてるからおぶって行ってあげますよ。ええ、それは大変だから大丈夫よ。グズグズしてる暇なんかないですよ。お嬢様に歩いて行かせたらいつつけるかわからんでしょう。あんまり遅くなると旦那様に何も言い訳できなくなりますよ。ええ、もちろん。クラクサナリデビ様を信じる人がまた増えるって知ったらきっと喜ぶと思うわ。